お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのキョスケバルーンデッキをね紹介していきたいなと思います。まあね、今キョスケ環境そしてバルーンも強いというところでキョスケバルーンがね、まあ、ちらほらいるんですけど、まあ、いろんな形のキョスケバルーンがいるんですけども、このデッキさっきマルチ潜ってて今51位ですね。結構ね上位まで来たんですけども、当たったんですよ。このデッキに当たって、このデッキにね負けました。でいやこのデッキ強そうじゃねって、まあ僕フリーズ好きだしなんかねちょうど良さそうだったんで、このデッキをねパクってマルチ潜ったところ、なんとね5連勝ぐらいしたんですよ。でその後まあ1回負けたんですけども、っていうぐらいめちゃくちゃね強いですこれ。なので今日使っていきます。何が強いかって、まあ施設プラスのトルネがあるので、まあ、単純にバルーン対決にね強いですよと、まあ、バルーンに強い、まあ、相手も施設プラスのトルネードがあるバルーンとかだったらまあ話は変わるんですけども、施設トルネで、まあ、守りが硬いしバルーンにも強くて、まあ、あとは大型ですね、まあ、ラバーはまだ話は変わるんですけど、ゴレ今ねゴレも結構いて、まあ、そのゴーレムに対してなんとねキョスケゴボリアイスイズベビドラ、そしてトルネードと、鉄壁のね、鉄壁すぎるだろっていうぐらいの守りができるのがこのデッキでございます。さあ、今回の相手ね、これあれだな、多分、ライトニングバルーンの人ね、多分この人当たったことあるんですよね。だから僕前、ライトニングでボコされた覚えがあるので、なんかね、そう独特なね形のライトニングバルーンだったと思ってたなと思って、今ねごぼりを我慢しました。予想的中しましたね。さあというわけで、これはねほんと的中したっては欲しくないんですけど、もしかしたら多分インフェルノタワーを今回の相手は持ってるんですよ。なのでまあインフェが突破できないんですよね、僕としては。タルババとかがないので、タルババでこうインフェの滝を無理やり取るとかもなかなかこう今回できそうにないので、まあそういった部分ではちょっとね嫌ですね。インフェじゃないことを祈って飛ばして、これワンチャンさ、お相手やってる相手やってるやってるやってる、いやでかいでかいでかい、取るでもないでしょ。いやなんなら、いやでもめっちゃなんかめっちゃいるな。めっちゃいる。語彙力ないんですけど。いやでもこれ、この2発によって勝った説あるな。今から別に相手の、バルーンは施設取るね。まあライトニングっていうのがちょっと難しいですね。ごぼりよって釣れないので、まあアイビーズでスローかけながら、まあこれにね、ライト打ちたいと思うんですけど、打ってきたら、みたいな。で、トルネで、まあ、逆サイドに持っていってあげたいですね、こいつは。よいしょ。さあ、逆サイドに持っていってあげて、全然行ってないけど、ここの位置のキョスケだとインフェルノタワー置きにくいでしょ？エレキも降ってくるんでね、これ。待ちたいですね。さあ、神フリーズが炸裂していく。さあ、いやえ？お、危ない危ない危ない。今、落ちないみたいなムーブでしたよね。さあ、これはもう、檻を高めに置いて、絶対釣って、まあ、ライトを避けつつね。いやー、さあさあさあ、でかいですね。グッドゲーム。これ多分ね、初見だったら僕負けてましたね。なんか前にね、ライトニング、めちゃくちゃ辛かった覚えがあって、もう覚えてたっていうので、最初にね、キング起動できたのがめちゃくちゃでかいですね。というわけで、さあ40位ですね。久々に、ぼちぼちの順位にやってきました。そろそろね、マルチの、とりあえず序盤でもいいので、1位ね、1回行っときたいですね、1回だけ。まあ、今シーズンあと18日ぐらいですかね、ある、まあ、3週間ないぐらいあって、今上が6500とか6600で、前シーズンも最後シーズン終わり7700とかかな、世界1位が。多分今シーズンもまあそれぐらいだと思うので、まあ最多取るというよりかは、まあベスト順位ね、そろそろ更新したいんで更新目指しつつ、多分その次のシーズンがロングシーズンだと思うんですよ。前シーズンショートで、今シーズンもショート。で、次がロングなので、まあその次では、まあ8000、本当にね、600、700とか多分出る、どうだろうな。まあ8000、600ぐらいは出そうですけど、ちょっと目指してやっていきたいところでありますね。さあ、
というわけでマッチングしました。2試合目、しかも僕の相手はトロ64いってるから、これ勝ったら美味しいですね。普通に大トロだと思いますね。まあ30もらえる、勝ちたいな。でザップ、まあ、ザップイコールもうペックかバルーンかとかだと思うんですけど、ダクプリザップ、うん、ペッカっぽいっすよね。でもいやまあわかんない、スパーキーの可能性とかもありますね。ああ来ましたね。うん、でこれはそうっすね、まあ前半しのげば後半は巨助の爆破とかをうまく使ったりとかで、まあ、守れると思うし、まあ、前半もなんならフリーズ使ってよいしょ、いやオッケー、いやいいフリーズですね。ちょっと痛いですけど、うわめっちゃいいザップ、アイビズに、いやーオッケーオッケーオッケー。ここで別にあのユニットは残んなくてもいいんですよ。前半はね攻めたらカウンターされて終わるので、タワー折られてないことが大事ですね。うん、オッケーオッケーオッケー。でスパーキーは最高、巨助の爆破とかでも生きるので、これちょっと待っちゃっていいな。ケツスパーキーだと思うな。まあ、レイジもザップも使って今めちゃくちゃアド取ってたんで若干もったいなかったですけど、まあまあまあ丁寧にいきましょうか。ワンチャンバルーン飛ばしてもいいな。この巨助相手絶対うざいっすよね。ああ、あれっすね、ゴブジャイで釣るタイプっすねこれ。なので檻置いて、でワンチャンのマスケットはこのトルネでやってもいいな。これミニピもいるしな、なんならおいしい、いやおいしいおいしいおいしい、いやこれちょっと危ない危ない。でこう3が5だと思うんでベビドラ出して、よし、なんならこれバルーンもいっちゃっていいな、レイジ落ちてるんでね。でマスキにフリーズもワンチャン、ワンチャンしか言ってないけど、でファイボじゃないんですよね。そうレイジなんで、レイジザップで、いや来た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 、オッケー。いやしかもタギがいい、そっちに行ったら、いやよくねえか、いやよくはねえけどまあ悪くもねえ、カウンター阻止できた。でこれケツスパーキーかな多分、よしよし、これバルーンまで行っちゃいたいですね。もう無理やりこれちょっと吸ってあげて、いやでも吸ったらやばいかな、待って待って待って、やばいかも。一回守りましょうか、防衛フリーズがあるんでこっちにはね、防衛フリーズ使って、よしよしよし、でこれキング吸っちゃいましょう。いやめっちゃうまくない、ちょっと待って待って待って、これは褒めてコメント欄でマジで。これ僕の予想では何分何秒ラットの神防衛で1000いいねぐらいついてる予想したいですね。これミニペ追加きます。いや今の回でこれ逆サイミニペか、いや全然予想当たらんけど許して。よしよし、こうなったらもうね、僕はね、まあ、妹っても最勝ちですからね。で、まあ、相手は絶対こう自分から攻めてこないといけないんで、いやもうこういうの来たら攻めて勝ちですよね。よしよし、でもうあと攻めフリーズして、よし、オーケー、グッドゲーム、バモス、よしよしよし、でき、前半怖いですね。なんか前半のスパーキー事故だけそこさえ防げば、後半は巨助の爆破とフリーズと、まあなんか気合で、はい、頑張りましょうと。さあ、28位ですね。え？なんか、微妙に高いっすよね。よし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 。さあ、本日ね、第3試合目いきましょう。今、64に行ってないのか。次勝てば、僕は64ですね。で、グロイチが65ちょっとなので、まあ、県内までありますね、県内。よしよしよし。さあ続いて第3試合いきましょう。さあ、あ LTJG 出た。これね人気デッキっすね、マジやっちゃエレキ。なんとこの人マザーネクロ使ってます。でラムじゃなくて工場だと思いますね。ゴーストユーノの、うん、ムートの人気。いやこれうまかったら逆サイブッパとかされて終わりそうですけど、そう、まあ、陸デッキですね。いや、これ、
や工場で逆サイ釣りやんのかな。いやあれ工場で絶対釣ってきますね。よしよし。いやムートか。いやうまい受けだな。これちょっと巨助の爆破で死んでもらいます。いやめっちゃうまくない？ちょっと待って待って待って、めちゃくちゃうまい俺今ので。これ檻を内側に置くか外側に置くか悩んだんですけど、外に置いたらマジアチャで射抜かれないですね、アイスウィズが。オッケーオッケーオッケー。あ、外に置いたらっていうか今内側に置ったら多分マジアチャが檻を射抜いてアイウィズも射抜かれてたんですよ。そこまで考えて今檻を外に置きましたね。いやでけえ。フリーズでムート壊せたのはちょっと危なかったですけどね。これもうケツから言っていいな。でこれ組んだら多分勝ちなんで、でも、まあ、逆サイユニット相手は結構組んできますね。それ戦えるかどうかっすね。もうやっちゃっていい気がするけどな、こんなで爆破に全部巻き込めねえのかな、あれ。さあここは確実に守っていき、でも檻かな。で左は痛いですけど、まあ僕も結構ダメージ与えたので許容ですね。でこれは多分ね1個取られたらやばいですね。 1-0 でいきたいですね。 1-0 でいきたいが、いけるかどうかは分かりませんと。いやうまいね、これ U の追加来そうだな。耐えろ。いや相手捨ててきたな。いやめっちゃいい。いやめっちゃいい取るんでした。いやこれマジアチャリ抜いてくる。いやーいやマジアチャリ抜くコストで、さあ20秒抜いてくんのか。一応フリーズ構える。よしよしよし。え、これ買ったくね。しかも相手6号やで、みんな分かってる？ちょ分かってる本当に。だってフリーズすればいい。買った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 、やばっ。ていうかごめん、マザーネクロいなかったわ。いやこの人のマザーネクロ入りで上がってたんすよ。そういやめっちゃうまい人。よーし、いやでけえ、39はやばい。鬼の3連勝っすよ。さては世界一桁はまだいけないな。まあ、10何位とかかな。14位ですね。で、今6427なんで、次勝てば20もらったら47。あ、次勝てば、まあ、ほぼ確定ぐらいで、まあ、9位になれそうですね。よし。まあ、運が悪かったら10位と。まあ、いうことで、いや、めっちゃ大トロだな。よしよしよし。まあ、こういうのはね、あ、マッチング時間ちょっと長くなりましたね。怖いですけどね、狙われると。なんか上位陣はもうアカウント3つ4つとかで上位を1人でね行ってるんで、あーあいつちょっとあのデッキ使ってんな、もう今このデッキで負けたから違うアカウントに入って、じゃあ俺のキョスケバルーンに相性1円スクラでちょっとボコしに行っちゃろうみたいなことがよくあるんで、まあ、それをスナイプって言うんですけど、相手を狙って、まあ相性いいデッキで潜るっていう、ちょっと怖いですけど、まあまあまあ、さ第4戦目で、ね、いきましょう。さあマッチングしました。デニスとプロックス、これあれだ、キョスケホグです。いや相性いいな絶対。ウィザードスケルトン部隊です。スケルトン部隊が厄介ですけど、いやホグ飛んでこないかな。相手の体育はウィザード5っすね。うわ待って、餌来た。いやうわ一発入った、やってんな俺バカバカバカ。いやでも相手ウィザードホグでトルネード入ってんですけど、トルネ5の巨助ウィザードホグなんですけど、いやこれはケツナイトか。ナイト巨助ウィザードスケルトン部隊トルネ5タルババホグですね。よしよしよし。いやこれ勝ちてえな。まあスケルトン部隊とか意外と厄介ですね僕としたら。うん、ここでちょっといっちゃいたいですね。これで相手今5しかないんで、右にホグ来るか。いや来ない。あトルネか。うわそうだトルネだった。うわミスった。5しかないんで嘘だ。うわ巨助爆入ったな。しかもうわやったかこれ。いやでもいい強要ですね。
まあ、トルネウィザード5か、勝てると思うんだけど勝てないのかな、わかんないですけど、バルーンのこれ今相手5打ってきたんで攻めるんですけど、スキアミが嫌ですね意外と。うん、意外とこのスケブが苦しい、まあ、キング起動してて、いやウィザード取るにあったらランブル守られるっすかね、もしかしたら。うーん、いやこれな、まあ、この人はこのデッキを極めてる人っすね。早めにフリーズでやれ、いやこれトルネスターやれねえかな、あいやトルネもあるもんな、いやこれ右側だな、まあ、ベビドラで削る説あるっすね、ちょっと今の僕のベビドラ削り。で相手は巨スケは出さねえのか、まあ巨スケバルーンぐらいならやっていいと思うんすよね、やってまあ、バッカーで行かれるでしょっていう。これちょっとやばいな。いてー、さあ行きましょう。でも僕はどんどん行くしかないっすよね。ん？うわ、一発、あ確実にか、なるほどね、いやでもうわなるほどね、ちょっと待ってください、無言集中、やったるのかそれ、なんか読まれてんのかわかんないけど嫌だな、なんか。やるなこれ、右ランバル読まれてんな、でもうわフリーズすればよかった、やばい、勝った勝った、ファイバー飛んでくんの間に合うな、うわーなんで間に合った、ちょっと待って、えおいマジかよ、今の疑惑だろ、絶対間に合ってない、待って俺今のやばくないですか、絶対間に合ってないっすよね、え今絶対間に合いでしょ、2秒ぐらいだったよマジ？うわあ最悪だ、フリーズすらよかったな、右最後なんか守っちまったな、いや悔しい、いやでも悔しいっすね、ちょっと、はい、というわけでちょっと最後大声出してマジでごめんなさい、マジで悔しかった今のは、ぜひねこの強スケバルーンめちゃくちゃ強いんで皆さんも使ってみてください、というわけで終わります、よければチャンネル登録高評価ねコメントもよろしくお願いします、ではお疲れちゃんでした、またね。